したか、汚れたウォッチャーども。できるだけ倒しておいた。これでカージャの砦を抜けられるといいんだけど。Thank you.
機械のオーバーライドの仕方を見つけないと。信号に近づいているみたい。
役に立ちそう。山頂にノラの村が。機械のことをよく知ればオーバーライドできるかも。ほら、取って。団長が何かを残したかもしれない。何か手がかりになるものを。この場所はバールが言った通り虐殺があった。ノラはコラプターを倒したのか。でもその前にコラプターが他の機械に汚れをまいた。機械が山ほど全て操られている。丘を突進しながら下っていった。義勇兵、遺体と負傷者は片付けた。他に義勇兵か治療師は。私だけ怪我を。何があった。知らないのか。ありゃ狂気の沙汰だ。俺は団長に報告を頼まれた。これじゃ俺は役立たずだ。団長は襲撃者を追ったとバールが言っていた。見つけたのか。奴らの後を追ったが、何度も何度も奴らのマガツキに攻撃されたんだよ。
怪我をした俺を見て団長が戻ってみんなにまだ諦めてはいないと伝えろと言ったんだ。バールがソナを探している。どこにいるかわかるか。知ってるのは別れたとこまで。悪魔の渇きの南東にある鉄の塔の近くだ。高台の裏にある大きな石を探せ。俺は戻ってバールたちに事と次第を報告する。大いなる母よ力を。いいか、気をつけろよ。拾ってる。今回は大きな嵐になるのかな。今はそっとしておこう。あのトールネックから信号が。通りの姿、信号は頭から出ているんだ。登らないと。私を探してるんだ。Come on!
探すのやめないかと思った。よし、頭に向かうか。これがソナの伝令が話してた高台か。団長はここで止まった。次は一体どこへ。あの弓は使い古されてるな。好き好んで置いていくわけがない。かなりの被害が出たのか。傷の手当てか。怪我をしたのは伝令だけじゃなかった。血痕が見つかるかもしれないな。フォーカスを使ってみよう。
矢の部品。義勇団はここで武器を作った。ここで休憩を取ったのか。その後義勇団はあの尾根に向かったみたいだな。トゥースの残骸、ソナが倒したのか。なら近くにいる。私がいて運が良かった。一秒遅ければお前はあのソートゥースにやられていただろう。あと 0.5 秒あれば自分で倒してた。あなたが団長ソナ？バールが探してた。門は無事か？守った。勇敢に自分の手でマガツキを倒してた。心配してたよ。部族に必要なのは強さ、干渉ではない。試練を襲った者どもを追っていた。必ずや報復する。お前は？もちろんそのつもり。証明しろ。手を貸してもらおうか。ついてこい。奴らは尾根の向こうにある呪われし大地を掘っている。あの地には古の者たちの罪が埋められている。コラプターという悪。一度倒した。母の眼差しで。本当だろう。その言葉が嘘で。それとこれも。
だいぶ前、義勇兵を下の森に隠れさせておいた。合図を出せば攻撃する。はずでは敵と悪魔どもが勝ってはいるが、我らにはこの煮えたぎる怒りがある。それだけじゃないさ。なんだと？あのブレイズだ。あいつらはあれを爆破に使って、ここを掘り起こすために。ということはあれに火をつければ。どうかん。なら早速始めよう。ちょっと待て。急ぐことはない。近づく時間が必要なんだ。もし気づかれたら、始めてくれ。わかった。お手並み拝見といて。